トシさん、うん、今日はどこにいますか？ここ、ここは天神釣り池さんでございます。兵庫県来ちゃったよそして今日はなんと関西の老舗松岡釣り具様とコラボイベントを開催させていただきます、うん、たくさんの人が今日も朝にもかかわらず来ていただいてますね。まだ6時前だぜ、ね、ほらすごいね、ありがたい。あれ、こちらの常連さんは、ありがとうございます。関西の常連のピンクでございます今日はありがとうございます。わざわざはるばる関西までお越しいただきまして。ほんと遠かったよ。遠かったね。ついに来ちゃいました、兵庫県。今日ちょっとメイクおかしくない？ね、やめて。寝不足でな、うん、ちょっと本当に本日寝不足なんですけどもね。寝不足と緊張も ね、そうそうそう。まあ、平釣りは楽しみだもんがチアリイベントということで、ちょっとこれが受付になるので順を追って今回のイベントスケジュールに沿って撮影していこうと思うのでよろしくお願いします。じゃあちょっとまた回しましょう。頑張りましょう。さあ、受付が始まりました。ももちから手渡しでなんか参加賞かな。こんだけ集まってくださってちょっと嬉しいね。今日天神釣り池貸し切りだから。あ、貸し切りなんだ。貸し切りです。おお、おはようございます。おはようございます。雨がね、心配なんですよ、実は。午後から雨だっけ？また始まったって言われちゃうから我々のイベントはね、雨から始まるって言われちゃうから、そこだけ気をつけましょう。いや、祈ってます。雨だけ降るなとね。この度は松岡釣り具様とコラボイベントとして毎年定例5月に行っているイベントに協力させていただいて、本日一日皆さんに楽しんでいただけるように頑張ってサポートをしていこうと思いますので、どうぞよろしくお願いいたします。それでは本日、ヘラブナ釣りは楽しんだもん勝ちやでというイベントとして開催させていただきますけれども、当イベントの主催者でございます松岡釣り具松岡社長よりご挨拶がございます。よろしくお願いいたします。はい、よく通りますね、声が。はい、ありがとうございます。私の声そんな通らないかもしれませんが、はい、皆さんおはようございます。よろしくお願いします。今日はですね、今ご紹介あったように金谷長江遊戯録様と、コラボイベントということで、初めての企画となっています。皆さん、YouTube チャンネルご覧になられた方も多くおられるかと思いますが、まだご覧になられてない方も含めてですね、今日は一日、皆さんと楽しく釣りができたら、それが一番いいかなというふうに思っております。で、午前中はですね、金谷さんからの持ち込み企画ということで、また後ほど説明ありますが、楽しいイベントも盛りだくさん、用意しております。で、昼からはですね、5枚の重量、総重量ということで、一応順位をつけて皆さんに商品が当たるような企画も用意しておりますので、今日一日よろしくお願いします。で、今日一日参加者の皆さん、自分自身が一番楽しむということで、まずそれをテーマで一番楽しんでいただいたらいいと思いますので、よろしくお願いいたします。ありがとうございます。そして僕たちの YouTube チャンネルから代表をしてももちに挨拶をいただこうと思います。よろしくお願いします。茨城弁頼むよ、茨城弁今日は雨予報の中ですがお越しいただきましてありがとうございます。そしてイベントを開催してくださった松岡釣り具店様、並びに場所をお貸しいただきました天神釣り池様、本当にありがとうございます。今日は皆さんと一緒に楽しく釣りをしたりお話をしたりできたらいいなと思ってます。あと最後に茨城弁でちょっと聞き取りにくいなっていうところがあればちょっと教えてください。では本日はよろしくお願いします。お願いします。緊張した。緊張した。ここにさ、台本入れといてよかったわ。カンペ？カンペ入れといて。いや、ちゃんと喋れてたよ。本当ですか？よかったよかった。もももちチャレンジが待ってるんでね。第3弾のね。それまでに。考えてたよな、クイズな。そう、クイズ考えたんで、ちょっとそれまでね、声の調子を整えていきたいなと思ってます。噛んじゃった。1回目の企画、早掛けの勝負を始めますけれども、この早掛け、自己申告となります。
管理人がいるわけではございません。自己申告となりますので、我こそはと先に釣った方はですね、景品が準備がございます。まず一つ目の景品置き場、小屋の前にございます。段ボールがございますので、そちらに景品がございます。あともう一箇所、事務所側の方、あちらにですね、景品置き場がございます。なので魚をかけたらば、ぜひそちらの景品置き場まで取りに来ていただければと思います。それでは皆さん、早掛け勝負スタートします。それではスタートです。よろしくお願いします。今サヤン投げてる方はノーカウントです。さあどうでしょうか。今続々と竿を曲げた方が景品を取りに来ております。現在4名の皆様が竿を曲げたようでございます。おめでとうございます。景品はありがとうございます。お父さん、ワンタメ、ワンタメありがとう。おお、ワンタメありがとうございます。ワンタメの押し売りみたいになってるけど、ありがとうございます。ワンタメありがとうございます。ありがとうございます。ありがとうございます。最高です。最高です。ワンタメありがとうございます。ありがとうございます。いや、いっぱい配ってるんですけど、こんだけまだ用意していただいてるんであります。この桃が売れないです。最後に今早掛けで釣った方にちょっとインタビューしたいと思います。最後の一個です。おめでとうございます。ありがとうございます。ありがとうございます。今日は、早掛け何枚釣れましたか？1、2、3。3個。釣り方はどんな感じ？9尺の提灯です。9尺の提灯ということで、おめでとうございます。両コブ、両コブで。餌は両コブだそうです。おめでとうございます。おめでとうございます。あ、こちらは長寸ですか？はい、ちょっと丸っぽい、もうそこまで大きくないですけど。じゃあちょっと検寸をしてみましょう。今何歩でしたっけ？長寸今日初めてじゃないですかね。あ、マジですか？じゃじゃん、 34.5 かな。はい、34.5。 おめでとうございます。ただいまの長寸の記録 34.5 センチ、 34.5 センチが今の長寸の最高記録となっております。どうぞそれ以上、我こそはという方はぜひどしどし足を運んでください。なんすか、ももさん、なんか追加賞ができたみたいな。足のサイズ、ももちの足のサイズ賞ができました。すごい賞ですね。ちょっとじゃあ実際に測ってみてみてください。はい、足のサイズと、はい、お腹サイズを測りましょうということで、いきます。これは21、ほんとジャストです。21センチ。21ってことで、21をもし釣った方がいればスペシャルプレゼントがありますので。じゃじゃん、大きいな、これで24だ。24.5 ぐらい、はい。わあ、これはちっちゃい。ちっちゃい。あんた足小さいな。21なかなかいないみたいです、ここ。ハリスピッタでやったんで、ちょっと大きかったですね。ありがとうございます。ちょっと待ってきます。頑張ってください。よろしくお願いします。大きいもの買ってください。はい。ももさん、どうした？ももさん。どうした？ちょっとジャイアンで、人の釣りが奪っちゃった。大丈夫ですか？すいません。いいですか、すいません。ありがとうございます。ちょっと大丈夫、向こう側から入った方が、うん、緊張すんね。これ何頭で決める？3頭で決める？じゃあノーカットでいきましょう。このいいでしょ、材質めっちゃいいよね。俺欲しいんだよ、めっちゃいいやつね。めっちゃいいやつだよね。あ、そう、あります。初天神、初天ないでしょう。なんぼでも売り返さるから、ここだったら回収できますしね。いや、後で終わって泳ぎたら行けますよ。そうですね、泳ぎましょう。3投で決めないと多分時間的にね。ヤギさん、取ったらダメでしょう。あ、ごめんなさい。ナイスです。ナイスです。いや、先行綺麗やな。ごめん、おめでとうございます。かわいいな。多分上で湧いちゃってるから下に行くまで取られちゃってんだろうな。緊張しすぎじゃない？部長さん見られてるからね。先生に見られてるから緊張するでしょう。釣れた。さすが。さすが。
さすがだよ。え、田んぼどこだ。あ、あるじゃない。オッケー、あれあります。横にある。そう。あー、食ってねえだろうな、この動きは。あ、食ってんじゃん。でかっ、でかっ。え、出たよ、この人。いい方やん、いい方やん。さすがやな、おめでとう。いや、今こうでなかったね。お前ね、やっぱり違うわ。スレだと思ったら食ってたね。当たりがちょっと、うん、おめでとう。スリやもんとほんまにスリや。じゃあとりあえず戻りますか。84センチ、大正解、おめでとうございます。おめでとうございます。お名前教えてください。ニックネーム。あ、山本です。山本さん、おめでとうございます。ちなみに好きなのぞり場とか貫通はどこでしょうか。白川ダムばっかりです。白川ドームということでおめでとうございます。じゃあ白川ドームにね、このキャップを着て釣りをしてください。はい、ありがとうございます。第2問目、今回松岡釣り具店さんとコラボイベントということで、こちらにちなんだ質問を出します。では松岡釣り具店の創業は何年でしょうか。松岡釣り具店さんの創業です。松岡釣り具店の創業は何年でしょうか。松岡釣り具店の創業は約何年でしょうか。70年ということで、惜しい。あ、ダメです。惜しい、惜しい。社長からちょっと NG 出ました。はい、では松岡釣り具の創業は何年でしょうか。72年ということで、惜しい、惜しい。近づきました。近づきました。惜しい。では次のことですね。はい、どうぞ。73年。ということで大正解です。おめでとうございます。おめでとうございます。よかった、素晴らしい。そう、73年も続いてるみたいですね。5番お願いします。林さんですね、女性の方です。ヘラ歴はどのくらいでしょうか。10年ぐらい。ヘラ歴が10年くらいということで。大先輩やん。大先輩です。おめでとうございます。ありがとうございます。今回キャップを。おお、すごい、これ豪華ですよ。めちゃめちゃ。キャップとお茶がついてます。ありがとうございます。皆さん本当にたくさん答えていただきましてありがとうございました。この後もですね、5枚総重量などもありますので、引き続き皆さん楽しんで釣りをやってください。本当にありがとうございました。以上、金谷町交流記録持ち込み企画でした。ありがとうございました。お、こちらお願いします。あ、こっちいいっすよ。持ってきますよ。でっか、でっけえ。これでかっ。40。お、40センチです。40ジャスト。40、マジ40。ありがとうございます。おめでとうございます。うー、40出ました。じゃあトップバッター行かせていただきます。3時間ありますからね。いきなり？それはダメですよ先生。うちらも今総重量入ってんじゃん、勝負に。都市ってさ、今スレだけど早かったじゃん。一番最初に竿負けだよね、うん、この後がダメだよ、ね、ダメなんだよ。ちょっとスレってことは無理やん、もうこの後は、うん、でもさすがにやってくれるでしょ。見てよ、なんかモンチッチみたいな頭してくれ。確かにね、それ元からだよ、うん、元からちょっとアップしてみようか。なんかその後ろの木に相まってマジでモンチッチだな。ちょっとプレッシャーかけてきて。口じゃなくて手をちょっと動かせない。そうね、口ばっか動いてな。
口だけは洋服かな。だいぶ社長さんがもう、じきじきにな。すごくもう思いね、待ってるのでね。うん。トシさん。いや、結構いいことじゃないこれ。じゃあ第二走者、ももち。いいですか？いいよ。もうこの雨の中ですが、ちょっと行きたいと思います。頑張れ。大事なのはバトンをつなげることだからな。21cm ももち賞出ました。長さはですね、23センチまで OK ですよと、先ほどルールを変更しましたところ、たった今、23センチ、いいよいいよ、ラブラが釣れました。以上で21センチ桃地賞終了となります。賞金は最後までございますので、どんどんチャレンジしてください。現在の賞金、おめでとうございます。入れていいかな。え、全然いいと思う。いいね、おめでとうございます。うわ、エロ、えぐい、えぐい、これはえぐい。うわ、でっかいったな、これ最長41、あ、1ですね、41.2 41.2 ですね、大丈夫ですか。はい、41.2、はい、あ、ちょっといいですか、ここから、まずここ、はい、はい、ちゃんとついてます。41.2 ですね、はい、はい、おめでとうございます。はい、桃地賞を狙いに来た福谷さん、さあどうでしょうか。あれ、まさか行ったんちゃいます、それ。あ、行った。あ、確認していいですか。すいません、バスザムさんクリアです。桃地賞おめでとうございます。まさかの、おめでとうございます。桃地賞出ました。長さをですね、23センチまで OK ですよと、先ほどルールを変更しましたところ、たった今23センチジャストのヘラブナが釣れました。以上で桃地賞終了となります。調数は最後までございますので、どんどんチャレンジしてください。現在の調数、最高記録は 41.2 センチです。よろしくお願いいたします。気持ち込めてでしょ、うん、ふう、めちゃめちゃもうすごい早い当たりが。よし、社長が釣りました。食ってますね、しっかり、しっかり食ってます。まあまあですか、うん、いいサイズだとは思います。リーダーどうしましょう。リーダーどうしよう。逃がすか逃がさないかも社長様にお任せいたします。お声逃がします。はい、はい、え、え、え、出た。いや、社長結構メンタル弱いよ。ありがとうございました。びっくりした。それでは5枚総重量対決終了まで5、4、3、2、1、終了です。お疲れ様でした。5枚揃った方も揃ってない方も終了となります。ではこの後はですね、順次係員の方が検量をしに
参りますので少々お待ちください。そしてこの後の流れなんですけども、15時半からちょっと大雨が降ってくるという予報なので15時には釣りを終了していただいて順次片付けをしていただいてそのまま表彰式を行いたいなと思っております。それではまずですね表彰に移ります。皆様方名前を呼ばれた方はお越しください。長寸賞並びにレディース賞の発表に移ります。それでは桃地賞小さいヘラブナを釣った方名前を呼びます。川崎博隆様、おめでとうございます。おめでとうございます。続きましてレディース賞南郁子様、持ち渡せば、おめでとうございます。女性の中で一番の長寸を釣られた方でございます。もう一度拍手をお願いいたします。おめでとうございます、はい、続きまして本日の長寸賞です。 41.2 センチ、大谷貴則様、おめでとうございます。盛大な拍手をお願いいたします。いやおめでとうございます。お、アマオ、高いアマオのイチゴでございます。おめでとうございます。おめでとうございます。1位須山昭俊様、合計重量 3.61kg です。おめでとうございます。お米おめでとうございます。第2位でございます。 3.55kg で須川博士様、おめでとうございます。おめでとうございます。第3位、またまたお名前を呼ばれます。大谷貴則様、おめでとうございます。長寸賞に引き続きです。すごい、おめでとうございます。素晴らしい。お米、はい、またまた重いですけどお持ち帰りください。おめでとうございます。素晴らしい。最後に当イベントの主催者でございます松岡釣り具社長様よりご挨拶がございます。はい、本日は、雨の中遅くまでありがとうございました。まあなんとか釣りしている時はですね小雨で済んどったんですが、ちょっと最後こんな形で皆さんバタバタして申し訳ございませんでした。今日はね、金谷さん含めて、楽しい会、皆さん良かったと思いますので、今後も YouTube、ご覧になられてない方はぜひ見ていただいて、今日の様子もまた近々アップされるかと思いますので、またそれもお楽しみください。でまた松岡釣り具としてはまた秋にもこういうイベントやりますので、ぜひ皆さんご参加ご検討よろしくお願いします。本日は一日ありがとうございました。終わったな。この関西松岡釣り具さんと共同イベント、うん、まあ今回初めてやって、うん、これを皮切りにさ、やっぱりまた来年もしくは再来年大阪でイベントしたいね。そうだね、はあ、みんな本当あったかい人たちだったね。ね、楽しかったね。もう声枯れとるやん。疲れたけどな。まあ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 、でもまあいい交流できました。いや、おかげさまで、はい、皆さん本当にありがとうございます。もうケンケンとモモチも死んでますんで、僕らも帰りますか。帰りますか。はい、じゃあまた絶対関西来るんでよろしくお願いします。また。